天狗党の乱は、源氏元年に、筑波山で挙兵した水戸藩内外の、尊能上位派によって起こされた一連の騒乱。源氏公師の乱とも言う。文政十二年九月、重病に伏していた水戸藩第八代藩主、徳川な信は、後継者を公にしていなかった。そんな中、江戸家老、坂木原照政らは、な信の異母帝、慶三郎は、後継者として、 不適当であるから、代わりに、成信のぶ正室、み姫の弟でもある、第十一大将軍、徳川家成の二十一男、清水幸之助を迎えるべきだと主張し、藩内門伐層の大多数も、財政破綻状態にあった水戸藩へ、幕府からの援助が下されることを期待してこの案に賛成した。これに対して、同年十月一日、藤田東子、 相沢ザ司祭ら藩内焦燥の死は、血統の近さから慶三郎を藩主として立てるべきと主張して都頭を組んで、江戸へ阻そした。10月4日に、成信が没し、慶三郎を後継者にという成信の遺書が示された。この遺書を掲げてよ、こうして成明が三戸藩大九大藩主となると、擁立に関わった、藤田、相沢らが登用され、 成りによる反省改革の担い手となった。こうして権力を得た一派は反対派から一般の人々を軽蔑し、人の批判に対し謙虚でなく協力で花を高くして選ぶっているということで天狗道と呼ばれるようになった。これに対して成りは、高下2年10月に老中、安倍正宏に対し、江戸では高慢なものを天狗と言うが、水戸では危機があり、 国家に忠誠心のある勇士を天狗というのだと主張している。とはいえ、天狗党という集団はその内部においても、盛んに闘争と集合離散を繰り返しており、それぞれの時期において、その編成に大きな差異が見られる。まず天狗党は口述する直所返納問題において、鎮派、撃派に分裂した上、さらに撃派内でも、根拠地別に、筑波勢 イタコ勢などの集団があって、それぞれ独自に動き回っていたことから、三戸市中間においては、一味の総称である天狗党の古称を最終的に経へ向かって成常した集団に限定して使用している。この時期において、天狗党への反対派の中心人物となったのは、門閥出身の結城朝道であった。もともと朝道は成秋に徴用されていたが、 恩恵な政策を施行する勇気の下には、次第に成明の藩主就任に反対して弾圧された、門抜僧や、かつて東湖の父、藤田裕国と、熾烈な闘争を繰り広げた、立原水権派の残党など、天狗党主導の政策に反発する者たちが集まり、次第に勢力を増していった。成明と親密であった、水野忠邦が失脚すると、公認の安倍正宏は、 天保15年5月に、成明を強制的に隠居させ、朝堂に水戸藩政の修正を命じた。成明は、その後一時復帰した忠国によって、近親を説かれ、第十代藩主、徳川義厚の貢献として復権。嘉永6年の黒船来航を機に、成明が幕府から解剖参与を命じられると、水戸藩では、軍政改革を中心とした。 安政改革が進められ、改革派を中心に、尊能上位派が形成された。安政5年8月8日、水戸藩は、幕府による日米修好通商条約調印を不服とする、公明天皇から直接に直所を可視されたと称した。折しも将軍軽視問題をめぐって、全藩主、徳川成明らは、一橋徳川家当主で成明の実施でもある、一橋義信を擁立し、 大老、井い直介と対立していた。直介は、一橋派の中心人物は、成明であり、密直の効果にも彼が関与していたとの疑いを強めた。やがて直介によって一橋派や、尊上派への大弾圧が開始され、水戸藩に対しては、成明に英知序を命じて、再び失脚させ、京都での工作に関わったと見られる、藩士に厳しい処分を行った。先に、 朝廷から、水戸藩に可視された、直書については、朝廷から幕府へこれを返納するよう命じられたが、この命令への対応をめぐり、天狗党は、藍沢聖司祭ら、直書を速やかに返納すべしとする陳派と、あくまでもこれを拒む金子の利高、高橋愛、モロラの撃派に分裂した。翌万円元年になって、聖司祭の脅威さおに、成明もついに観念して、 直所の返納に同意したが、激派はこれに反発して、実力行使を企て、高橋らは、水戸街道の長岡塾に集結し、農民など数百人がこれに合流した。彼らは、長岡塾において、検問を実施し、江戸への直所搬入を実力で阻止しようとした。この激派の動きに対し、正止祭は2月28日に、長岡塾にたむろするやからは、 朝廷からの直所変動の命に背く逆賊であるから、これを打つとして、撃破追悼のため鎮圧軍を編成した。これを見た、高橋ら長岡塾にたむろしていた集団は脱藩して、江戸へと逃れ、水戸城下から逃れてきた撃破の一団や薩摩浪士の有村兼武、兼清兄弟らと合流し、3月3日、江戸城桜田門外で直助を襲撃して殺害した。 8月15日の成り焼き病没後も、激派の行動はやまず、さらに第一次、東善寺事件、坂下門外の変などを起こすに至った。小石川邸から京都へ出発する、徳川義厚の一行三途半村上派の活動が、再び活発となるのは、文久二年である。この年、長州藩等の尊上派の主導する朝廷は、幕府に対し強皇に、上位実行を要求し、 幕府もこれに応じざるを得ない情勢となった。水戸藩においても、武田幸運祭ら撃破が失勢となり、各地の藩校を拠点に、尊上派有志の結集が進んだ。翌文久三年三月、将軍、徳川家持が、朝廷の要求に応じて上落することとなり、これに先立って、将軍貢献職に就任していた、一橋義信が上落することとなると、 一橋徳川家当主で配下の家臣団が少ない、吉信のため、吉信の実家である、三戸藩に上落への追従が命じられた。三戸藩主、徳川義厚には、武田幸運斎、山国兵部、藤田小四郎など、後に乱を主導することになる面々が追従し、小四郎らは、京都において、長州藩の桂小五郎、を草加玄水らと交流し、 尊王上位の志をますます堅固なものとした。文久三年五月、小四郎は一橋義信に追従して、江戸に戻るが、8月18日の政変により、長州藩系の尊上派が京都から一掃され、急進的な尊王上位運動は体調に向かった。しかしなお、天皇の上位の意志は変わらず、政変直前に幕府が表明していた横浜港の佐港について、 引き続き実行に移すよう要求した。9月、幕府はこれに応じて、横浜佐幸交渉を開始するが、幕閣の多くは元より交渉に熱心ではなく、あくまで横浜佐幸を推進しようとする、一橋義信らとの間で深刻な対立が生じた。この頃諸藩の尊上派は、長州藩に代わって、水戸藩を頼みとするようになり、水戸に、老子らが群衆することとなった。小四郎は、 長州藩と連携した挙兵計画を構想し、幸運祭の強い遺留にもかかわらず、遊説や金策に奔走した。この頃、小四郎は、武蔵国半沢郡千洗島村の村上派合能であった渋沢栄一とも、江戸で二度にわたり会見している。文久四年に一月、将軍家持は老中らと共に、前年三月に続く、再度の上洛を果たし、 三安津会議を構成する諸侯と幕閣との間で、横浜佐幸をめぐる交渉が行われた。ここでも、一橋義信は、横浜佐幸に反対する他の三安諸侯と対立し、三安津会議を解体に追い込んだ。朝廷から金利御主営総督に任命された義信は、源氏元年4月には、水戸藩市の原一の神、梅沢孫太郎を家臣に登用し、 武田幸運祭に依頼して200から300名もの、水戸藩士を上京させて、事故の配下に組み込むなど、水戸藩勢力との提携を深めた。天狗党の挙兵は、その最中に勃発したのである。幕閣内の対立などから、横浜左行が一向に実行されない事態に、行き通った藤田小四郎は、幕府に即時左行を要求するため、非常手段を取ることを決意した。小四郎は、 北関東各地を遊説して、軍用金を集め、源氏元年3月27日、筑波山に集結した62人の同志たちと共に、挙兵した。小四郎は23歳と弱敗であったため、水戸町奉行、田丸稲の絵物を説いて、首相とした。挙兵の方を聞いた、藩主、徳川義厚は、田丸の兄である、山国兵部に説得を命じたが、 山国も逆に悟されて一派に加わることになる。その後、各地から続々と、老子、農民らが集結し、数日後には150人、その後の最盛期には約1400人という大集団へと膨れ上がった。この一団は、筑波山で拒兵したことから、筑波勢波山勢などと称された。筑波勢は、急進的な尊老上一層を有していたが、 日光東照宮への上位期岸寺の激文に、上は天朝に放置立て祭り、下は幕府を保育し、信州の医療番国に輝き騒動を用意足したび人、記すなど、表面的には軽幕を掲げ、上位の実行も、あくまで東照宮の威嚴であると称していた。藤田らの行動は、反政府の方針に反する行為ではあったものの、武田幸運斎ら藩執行部は、つくば税の圧力を背景に、 幕政への介入を画策し、4月には、吉信や、在京の藩主との密に連絡を取って朝廷への終戦を依頼する。幕閣側も新官が、無謀の上位を今占めていることを根拠として、水戸派の圧力を知り続けようと図り、朝廷に対する終戦を強化する一方で、筑波税討伐と、事態沈静化のために、小笠原を最行の復帰を求めたが、吉信、 なおかつの妨害により果たせなかった。藤田小四郎ら筑波勢は、源氏元年4月3日にエア国日光へと進んだ。彼らは、徳川家康を祀った聖地である、日光東照宮を占拠して、上位の軍事行動に踏み切る予定であったが、日光奉行、小倉正義の通報を受けた、近隣各藩の兵が出動したため、小四郎らは、日光から、 太平山へと移動し、同地に5月末までに滞在した。一方、水戸城下においては、保守派の市川博美が鎮派の一部と結んで、諸政党を結成し、藩内での激派排除を開始した。これを知った、藤田らは筑波山へと引き返すが、この間に、一味は約700人に達しており、軍資金の不足が課題となったため、筑波勢は上位を口実にしてまたも不注。 つくば、柿岡など、近隣の町村の役人や不能を、商人らを同活して、金品を挑発し、少しでも抵抗すれば放火して殺害した。とりわけ、田中素直像により組織された別動隊は、この時資金教室を断った栃木宿、学部塾をはじめ、足利、桐流、大間、ま、勇気などの町で放火、略奪、殺戮を働き、天狗党が、暴徒集団として、 明確に認識される原因をなした。中でも惨劇が展開されたのが栃木塾であった。6月5日、栃木塾に到着した棚からは、たまたま通りかかった町人らを殺害し、家々に押し入って町民を同活し金品を強奪した。駆けつけた栃木陣屋の役人が町人殺害の下手人を差し出すよう命じると、田中は賠償金として150両を支払ったが、 なおも宿場内に居座り続けた。このため、陣屋側は、急いで武器を整えるとともに、近くの漁師たちを召集し、町に対しては、天狗党の強制に応じないよう命じた。同日夜、田中は町に大使軍資金3万両を要求し、町側が5千両しか出せないと答えると、田中は宿場に火を放たせ、さらに火を消そうと集まってきた町民らを殺害した。 この火災により翌日までに宿場内に限っても237個が消失した。幕府は、水戸派の川越藩主、松平直勝らの妨害により、北関東における、筑波勢の横行に対して、直接に追悼、鎮圧に乗り出すことができず、水戸藩や周辺の諸藩に鎮部を要請するのみで、6月までこれを放置していた。水戸藩も撃破が反省を握っていたため、 藩主義圧は、幕府が横浜左幸を実行しない限り筑波山に立てこもる、激派の沈部はできないと主張していた。4月20日、三大下家持ちに対して朝廷は、横浜左幸を必ず実行するよう指示し、松平直勝及び義圧が、その実行者に指名された。一方で、老中、板倉勝清、牧野忠からは、筑波勢による強括、恐喝、 殺人によって、関東一円の治安が極度に悪化していることを問題視しており、5月に家持ちの江戸帰着を機に、速やかに、水戸藩に対し筑波税を追悼するよう求め、筑波税の侵入に備えて、厳重な警戒態勢をとっていた松戸塾、千住塾を通過できるよう、市川に身元確認用の隆次の印鑑を送った。これに交応する形で、 市川ら諸政党と陳派の一部の契約600人余りが、藩主、吉奴のいる江戸小石川の身と藩邸に急行し、藩執行部から撃破を駆逐して、藩邸を掌握した。6月3日、早朝、途上した直勝は、板倉勝清、酒井忠茂、諏訪中世、松平常母の4人を排除するよう家持ちに迫り、彼らを途上停止に追い込んだが、翌日には、 諸政党及び陳派の意を受けた吉安が途上して、なおかつを激しく非難し、なおかつもまた途上停止に追い込まれ、10日間余りにわたって、江戸城に主要閣僚が誰も途上しないという異常な状態が続いた。18日には、なおかつの要求通り板倉ら4人が罷免されることになったが、20日に家持の午前で行われた表議において、なおかつが、 つくば税の武力討伐に反対したことで、牧野忠近、井上正直から厳しく批判され、武行、目付らもな勝に猛反発したため、22日に、直勝は、政治総裁職を罷免され、翌日には水戸派の外国武行、沢幸吉らも罷免された。直勝の失脚によってようやく、つくば税鎮圧の方針が定まり、7月8日、相良藩主田沼衣村が、 追悼軍総括に任命された。また、7月19日には、長州藩村上派が、武装上落し、経営に当たっていた藍津藩、薩摩藩の兵らと京都市中で交戦し敗走した。このため7月23日には、長州藩が、公明天皇によって朝敵に指定され、朝廷も幕府に対して、遺敵のことは、長州征伐が済むまではとやかく言わないとの意を示し、 左糖問題は棚上げされた格好となった。左糖問題が棚上げされたことで、筑波勢は拒兵の大義名分を失い、この騒乱は、水戸藩の内部構想としての色彩を強めていくことになった。源氏元年6月、幕府は、筑波勢追悼令を出して、北地国、下付国の諸藩に出兵を命じ、直属の幕府陸軍なども動員した。7月7日に、 初藩連合軍と筑波勢との間で戦闘が始まった。筑波勢は帰戦を制して下妻近くの多方院で野獣に成功し、士気の低い初藩軍は敗走する。水戸へ逃げ帰った諸政党は筑波勢に加わっている者の,の一族の屋敷に放火し、家人を投獄、銃殺するなどの報復を行った。8月半ばまでに市川らは、 水戸における実権を掌握し、江戸にいる藩主、吉安の意向と関わりなく、反省を動かすことが可能となった。諸政党の報復に対し筑波勢の内部では、動揺が起こり、コシローラ筑波勢本体は、上位の実行を優先する多藩出身者らと分かれて、水戸に向かった。コシローラは、水戸城下で、諸政党と交戦するが敗退し、中港の近くまで退却する。 コシローラ本体と分かれて、江戸へ向かって進撃した一派もカ島付近において、幕府軍に敗北した。幕府軍による筑波税追悼が開始されると、激派の強喝、暴行に苦しめられていた領民たちが、次々と天武党への反撃を開始する。7月10日には、茨城軍友部、7月13日には、有機軍中妻、7月21日には、中軍諸沢と、 各地で恐喝に来た天狗党員が相次いで村民の反撃によって殺された。こうした散発的な天狗党への反撃は次第に大きな地域連合へと変化し、7月25日には茨城軍、小井淵村など近隣40数カ村が幕府軍にこうして拒兵した。また7月26日に諸政党が激発伊動のため水戸城周辺の村々へ 足軽の動員をかけると両民が続々と参加を願い出た。両者は合流して7月29日に、茨城軍下端で、田中砂直像の部隊を攻撃し、これを撃破した。この動きに並行する形で、各地で撃破及びこれに同調していた、豪氏、村役人、豪農等への打ち壊しが行われた。江戸の水戸判定を掌握した諸政党に対し、撃破。 陳派は、山横目を使って、領内の村上派市民を小金塾に大量動員し、藩主義圧に圧力をかけ交代したばかりの諸政党の重役の排斥を認めさせ、水戸判定を再び掌握した。しかし、市川らによる水戸上選挙の方に接し、国元の奪還を図ることとなった。そこで、財布の義奴の名城として師範、市藩、獅戸藩主の松平よりりが、 内乱鎮静の名目で、水戸へ下校することとなり、失政坂木原慎左衛門らと共に8月4日に、江戸を出発した。これを、大発税という。これに、諸政党により失脚させられていた、武田幸運祭、山国兵部らの一行が加わり、下佐小金などに遁集していた、多数の尊上派市民が加入して1000人から3000人にも、膨れ上がった。 大発勢は8月10日に、水戸城下に至るが、その中に、村上派が多数含まれているのを知った。市川らは、自派の失脚を恐れ、戦備を整えて、一行の入城を拒絶した。よりのりは、市川と交渉するが、水戸郊外で退治した両勢力は、戦闘状態に陥る。大発勢はやむなく退き、水戸近郊の中港に布陣した。つくば勢もこれに接近し、 大発税に加勢する姿勢を示した。8月20日、よりのりは、水戸城下の上税官に進んで、再度入場の交渉を行うが、またも拒絶され、22日に全面衝突となった。大発税は前線するが、伊村率いる、幕府追悼軍主力が25日に、笠間に到着して、諸政党方で参戦すると、29日には再び、中港へ交代した。 つくば税の加勢を受けた、大発税は、市川原の工作もありつくば税と同一視され、幕府による討伐の対象とされてしまう。大発税内では、暴徒とされていた、つくば税と行動を共にすることに当初抵抗もあったが、結局共に諸政党と戦うことになった。この合流によって、挙兵には反対であった、幸運祭もつくば税と行動を共にすることになる。 幕府追悼軍、諸政党は中港を包囲し、洋上にも幕府海軍の黒龍丸が展開して、艦砲射撃を行った。よりのりの依頼を受けて市川との仲介を試みていた山野辺義兵は、幕府軍、諸政党と交戦状態に陥った末に降伏、居城の助川解剖城も攻撃を受けて9月9日に落城した。その後、今度は、 つくば勢の田中隊が、助川解剖城を奪還して牢城したが、これも、幕府軍の攻撃を受けて9月26日に、陥落した。敗走した田中隊は、最終的に、田倉藩を中心とする軍勢に、闇蔵山で討伐され、そのほとんどが囚われて処刑された。10月5日、幕府に真意を訴える機会を与えるという口実で、おびき出されたよりのりが、 つくば勢との野合の責任を問われ切腹させられた。この時、よりのりの家臣ら1000人余りが投降する。この時降伏した、坂木原ら43名は後に、桜藩や小賀藩などに預けられ、数ヶ月後に切腹ないし処刑された。大発勢の解体と中身などでの敗戦により、巨兵勢力は大混乱に陥るが、脱出に成功した1000人余りが、 水戸半領北部の大井小村に集結する。ここで、武田幸雲斎を狩猟に、筑波勢のたまる稲の絵門のと、藤田小四郎を副将とし、上落資金利五支総督、一橋義信を通じて朝廷へ、尊老上位の志を訴えることを決した。幸雲斎らは、天狗党が度重なる強行によって深く民衆の恨みを買い、そのため反撃にあって、大損害を被ったことを踏まえ、 好意的に迎え入れる町に対しては放火、略奪、殺戮を禁じるなどの軍旗を定めた。道中この軍旗がほぼ守られたため通過地の領民は安堵し、好意的に迎え入れる町も少なくなかった。天狗島は11月1日に大井港を出発し、京都を目標に下屋、上野、品野、美濃と約2ヶ月の間、主として中仙道を通って、進軍を続けた。 タヌマイソン率いる幕府軍本隊は、天狗島の太平洋側への侵入を防ぐため、東海道を精神する一方、天狗島の深度上に位置する諸藩に対して、天狗島追悼令を発した。ところがこれらの藩はそのほとんどが諸藩だったことも、あって、天狗島が通過していくのを傍観したばかりか、密かに天狗島と交渉し、城下の通行を避けてもらう代わりに、軍用金を差し出した藩が出るありさまで、 結局追悼令に従い天狗党を攻撃したのは高崎藩などごく一部の藩のみであった。武蔵区に岡部藩は11月11日に天狗党の接近を察し、藩兵数十人及び大砲二門を配備して領内日本人を構えていた。13日、中瀬村に溶かしてきた天狗党に対し、岡部藩は野衆を仕掛けて撃退し、佐藤長次郎を捕獲し数名を討ち取った。 翌14日の戦闘も岡部藩が勝利し、天狗党は逃走した。佐藤は12月17日に処刑された。11月16日、上州下仁田において、天狗党は追撃してきた高崎藩兵200人と、交戦した。激戦の末、天狗党死者4人、高崎藩兵は死者36人を出して敗走した。また、11月20日には、 新州諏訪湖近くの和田峠において、高島藩、松本藩兵と交戦し、双方とも10人前後の死者を出したが、天狗島が勝利した。天狗島一行は、稲谷から木曽谷へ抜ける東山道を進み美野の、う沼宿付近まで到達するが、彦根藩、大垣藩、桑名藩、尾張藩、犬山藩などの兵が、街道の封鎖を開始したため、天狗島は、 中仙道を外れ北方に迂回して、京都へ向かって、進軍を続けた。天狗党が頼みの綱とした、一橋義信であったが、義信は自ら朝廷に願い出て、加賀藩、藍津藩、桑名藩の4000人の兵を従えて、天狗党の討伐に向かった。伊備塾に至った天狗党は、警備の厳重な琵琶湖藩を通って、京都に至ることは不可能と判断し、 さらに北上支配防止峠を越えて、越前に入り、大きく迂回して、京都を目指すルートを選んだ。越前の諸藩のうち、藩主が国元に不在であった、大野藩は、関東の諸藩と同様に天狗島をやり過ごす方針を取ったが、鯖江藩主幹部先導と、福井藩筆頭家老府中領主本田福本は、天狗島を殲滅する方針を固め、 兵を発して治療に通じる峠を厳重に封鎖し、天狗党が鶴ヶ方面へ進路を変更するとそのまま追撃に入った。12月11日、天狗党一行は越前国新保宿に至る。天狗党は吉信が自分たちの声を聞き届けてくれるものと期待していたが、その吉信が京都から来た幕府軍を率いていることを知り、 また他の追悼軍も徐々に包囲網を狭めつつある、状況下でこれ以上の新軍は無理と判断した。前方を封鎖していた加賀藩の官軍、長原仁七郎に単案書、始末書を提出して、吉信への取り次ぎをこうたものの、幕府軍はこれを退け、17日までに降伏しなければ総攻撃を開始すると通告した。山国兵部らは、 降伏では対面を損なうとして反対したが、総攻撃当日の12月17日、仏行と共に動き出したサバエ、府中の兵が後方から殺到すると、ついに、加賀藩に投降して、武装解除し、一連の騒乱は自圧された。長原は投降した、天狗党員を諸寺院に収容し、かなりの工具を持って処した。しかし、田沼依存率いる、 幕府軍は鶴賀に到着すると状況は一変する。関東において、天狗党がもたらした参加を目の当たりにしていた、イソンラはこの光景に激怒し、加賀藩から引き渡しを受けると、直ちに天狗党員を二神僧の中に放り込んで厳重に監禁し、小四郎ら一部の幹部たちを除く、物共には、手枷足枷をはめ、衣服は下帯一本に限り、一日あたり握り飯、一つと、 湯水一杯飲みを与えることとした。腐敗した魚と養便用の桶が発する異臭がこもる。狭い二神層の中に大人数が押し込められたために衛生状態は最悪であり、また檻からの玄関も相まって病に倒れる者が続出し20名以上が死亡した。この時捕らえられた天狗島員828名のうち352名が処刑された。 1865年3月1日、武田幸運祭ら幹部24名が、大豪寺境内において残首されたのを最初に、12日に135名、13日に102名、16日に75名、20日に16名と、3月20日までに残首を終え、多は、遠藤、追放などの処分を課された。天狗党降伏の情報が水戸に伝わると、水戸藩では、 一川三左衛門ら書せ、一方、遠藤に書せられることになった、武田金次郎以下百十名の身柄は、鶴河を漁していたオ小浜藩に預けられていたが、家持ちが死去して吉信が将軍位に着くと、入るは中止されて、近親処分へと変更されることになった。オ小浜藩主、坂井正氏は、先代の忠義が南紀派の中心人物の一人として、安政の大獄を主導したことを恨む吉信が、 オバマ藩に復讐するのではないかと警戒し、金次郎らを若さ国造法軍佐楽器の屋敷に移して工遇した。慶応4年に母親戦争が勃発すると、金次郎ら天狗党の残党は、長州藩の支援を受けて慶に潜伏していた本国寺党と合流し、朝廷から諸政党追悼を命じる直上を取り付けた。天狗党と本国寺党は、三戸藩町を掌握して、報復を開始し、 今度は諸政党の家族らがことごとく処刑された。水戸を脱出した諸政党は北越戦争、藍津戦争等に参加したが、これら一連の戦役が新政府軍の勝利に終わると、9月29日には水戸城下に攻め寄せたが失敗に終わった。彼らはさらに死亡罪と逃れて、抗戦を続けたが、10月6日の松山戦争で壊滅した。こうして、 市川ら諸政党の残党も捕らえられて処刑されたが、金次郎らはなおも諸政党の経類に対して弾圧を加え続け、水戸における聖惨な報復、死刑はしばらくやむことがなかった。山川菊英は、金次郎について、無知で幼稚な彼を支配する者は、空虚な名門の思い上がりと、朝廷からの、まるで復讐を煽るような花肌ふさわしからぬお言葉、だけであった。 五箇条の御誓文など読めもせず、読んで聞かされても分かりはしなかったろうとも言われた。彼の率いる、ならずもの部隊の中には、博打で知った恨みを晴らすため、または酒の上の喧嘩から相手に天虫を加えたのもあるというと記している。水戸学を背景に、尊能上位運動を当初こそ主導した水戸藩であったが、藩内構想により人材のことごとくを失ったため、 藩出身者が創立当初の新政府で重要な地位を占めることはなかった。天狗島周園の地となった福井県鶴ヶ島都市は1965年に姉妹都市となっている。残酷な待遇と処刑はあくまで幕府側の指示であり、現地を司るオバマ藩や応援の加賀藩は終始同情的であったことにもよる。現時元年月日第発日。 河原マイナス3日小絞りマイナス4日高久マイナス5日焼いたマイナス6日小林マイナス7日カ馬マイナス8日大垣マイナス9日九ずマイナス10日柳11日12日田マイナス1 1 1 2日大田マイナス13日本城マイナス14日吉井マイナス15日下仁田マイナス16日元塾マイナス17日 平らかマイナス18日、も月きマイナス19日、和田マイナス20日、下もすマイナス21日、松島マイナス22日、上穂マイナス23日、片桐マイナス24四か駒場マイナス25日、聖内寺マイナス26日、孫目マイナス27日、大井マイナス28日、みたけマイナス29日、宇沼マイナス30日、天皇マイナス12月1日、 日ビマイナス二日、日ッマイナス三日、長峰マイナス四日、大川ラマイナス五日、秋尾マイナス六日、中島マイナス七日、大喜び寺マイナス八日、矢ブタマイナス九東海魔女マイナス十一日、進歩名前、処刑日自生の区の順に記載。主休は、塩漬けにされた後、水戸へ送られ、三月二十五日から三日間、水戸城下を引き回された。 さらに中港にてさらされ、のすてとされた。道の区の山道に骨は口ぬともなおも守らぬ九獣の里引き連れて、市での旅路も花盛り山田は、天狗島の上落行と毛沢島の調整島を比較し、天狗島に武士階級以外の階層を含む水戸藩領以外から多数の参加者がいたことや、興軍中に政治的な宣伝を行っていることなどを類似点として挙げており、 加えて、乱の初期から過酷な行軍の間にかけて、意識や思想に何かしらの変容があった可能性を指摘している。1994年度のおさらぎ次郎賞受賞作、三吉十郎の儀曲、切られのセンターを原作に、高井ははじめ、稲垣俊が脚色、中台達也、加藤剛、若尾文子、戸わけゆらが出演した映画、ありがとうございます。